よろしくお願いします。前にあの「未来忍者」って僕のデビュー作がありまして、でそれを見て、何か映画を作りませんかってお話をまずいただいたのが一番最初だったんですよね。最初に思いついたのは、あの宇宙人の作ったテレビゲームと、あの戦う少年の話だったんですよ。テレビゲームの中に少年が紛れ込んで、それでその一晩かけてクリアするっていうのかな。だからそのゲームはあのゲームオーバーになって死んでしまうみたいな感じの、でそのゲームに出てくるモンスターっていうのがゼーラムだったんですよ。あの姿をどんどん変えてってみたいな感じで、で出演者も男の子一人っていうすごくあの狭い話だったんですけども、まあ、 あの企画を進めていく中でもうちょっとそのまあ女っ気っていうか色気みたいな感じで、あのそういう花が持てないだろうかっていうのがあって、それでそのゲームを回収しに来る宇宙人を出そうということで、でそれで女の宇宙人が最後ラストに、あの地球人がこのゲームやるにはまだ早すぎるっていう、あのオチだったんですけども、それでイリアっていうキャラクターを考えて、設定を考えていくうちに、なんか最後に出てきてっていうのはつまんないなっていうのがあって、だったらちゃんとその宇宙人とイリアと戦った方が面白いなっていうふうに思い出して、そうすると今度ゲームっていうのがどうもあの設定が合わなくなってきちゃうんですよね。やっぱり命を懸けて戦う話にしたいんで、そしたらジェイラムっていうのはその悪いやつで地球に逃げてきたやつにしようと。でゲームっていうのはあのゾーンっていう、あのこう街が閉鎖されちゃうっていう、あそこだけが残ったんですけど、そうこうしてるうちに、まあ、気がついたら主人公がイリアになってたと、いう経緯ですね。とまずそうですね、アニメーションのできたきっかけっていうのは、あのまあマンダービジュアルさんの方から何かメディアミックスはしたいというお話はいただいていたんですけども、具体的にアニメってことは当初なくて、あのゼーラムのそのゼーラム2の打ち合わせをしている時にゼーラムの設定を僕が話すんですよ、あのみんなスタッフに。でイリアっていうのはもともとこういう子 でお兄さんがいて、でボブっていうのはもともと人間だったんだと、でイリア あのお兄さんの友達でみたいな話、イリアが見習いの頃の話をしたりとかして、さあそれは面白いから それはそれであのなんか形にしたいということになって、だからゼラム2やってまた実写やるって大変なんで、あのじゃあアニメーションということで、なんかこうゼラム2もしくはゼラムの前の話、まだイリアが一人前になる前のその話っていうのをやったら面白いかなっていうところがまずきっかけだったんですよね。で注意した点っていうのは、まずその世界観というか地続きであることはどっか意識するっていうことと、でもう一つはあのとはいえアニメーションっていうのと実写だとやっぱり表現方法が全然違うんで、あのできればその実写でやれないことで、実写でやれないことでアニメーションであのやった方がより世界観が分かる物語にしましょうっていうところを一番こう気をつけて、あの制作しました。まずストーリーっていうのは大体その見習いの時のイリアのエピソードってことで割とすんなり決まったんですよ。ただそのじゃあ町っていうシナリオに町って書いてある時にじゃあどんな町なんだっていうのはスタッフが全然わからない状況なんですよね。それで大まかなそのイメージっていうところで美術のスケッチとかあと小道具とか出てくるキャラクターを僕がその絵で描いて、大体こんな感じのイメージなんですっていうのを描いて、であとはその何回かあの実際
アニメーションするスタッフ、監督だけじゃなくて本当に、まあ、20人ぐらいのスタッフと打ち合わせをして、うち、まあ、前の会社で広かったんで、あのみんな呼んで、まあ、大体こう口喋ったっていうかな、僕が好き勝手話したっていう。覚えてるのは、その打ち合わせの時に必ず、今日はコーヒー出てますけど、これは和風のアニメだってことで、まあなぜかお茶と和菓子出すのというので、必ず打ち合わせの時はお茶と和菓子にしてくれというふうに言って、打ち合わせした記憶がそうありますね。あんまり意味ないんですけどね。そうですね、最初に僕がバッと言った後に、おのおのその背景の人とか、あと実際動画やる人とか、具体的な質問はこういくつかありましたけどね。割と、アジア全般からこうイメージを、取ってくることが多いんですけども、アニメーションは割と僕の記憶だと、ベトナムって言ってましたね。ベトナムのその、なんだろう、こう川に何か置いてあったりとか、あと道先で置いてあったりとか、傘をかぶってるような感じのもの、まあ露骨にそのまんまって感じじゃないですけども、どちらかというと日本というよりはベトナムとかの方のあっちの方のアジアかなというイメージなんですよね、大陸っていうか。だから映画の方はどっちかというと、香港とかそっちの方を中国の方を意識してたんですけども、それをモロ出すんじゃなくて、そこからあるこうイメージで、なんだろう、この装飾品とかっていう感じで、それとちょっと分けたいなっていうのがありましたんで。まあ、いわゆるハリウッド映画に出てくる強い怪物っていうのは意外と僕好きで、エイリアンであるとか、ターミネーターであるとか、プレーターっていうのは好きなんですけども、まあターミネーターは若干、最後骸骨になったりとかいうふうに変容は遂げていくんですけど、どうもそのこうどんどん形を変えてもその死なないっていうのをやりたかったんですよね。だから強いんだけども、その強いだけじゃなくてしつこいっていう怪物、モンスターっていうのをこうやりたかったなっていう、多分それがゼラムかなと思うんですよね。でイメージとしてはどっちかっていうと、時代劇、子供の時見た時代劇のそのまた旅ものっていうのかな、サンド傘で、マントみたいに羽織って、はい、で日本とさしてみたいな、でスタスタこう夜道を歩いていくみたいな感じのものがちょっとこうずっと引っかかってて、で、まあ、そこら辺からこう何だろう、絵をこう描いてって固めてったって感じなんですけどもね。実写のゼラム2のエリアは森山良子さんと女優が演じてくれたんですけども、彼女自体は素はどっちかとすごく子供っぽい人なんですよ。で撮影の時はかなり強くたくましくやってお願いしたんですけども、撮影外の時にはほとんどその子供っぽい感じで、まあ、可愛げあるっていうのかな、そういう可愛い部分っていうのはすごく残ってるんですよね。あ、可愛いイリアもいいなとかってなって、でたまたまアニメーションが強くなるまでのイリアの話っていうのがあったんで、まあそれだったら女性というよりはあくまでも少女ということで表現してくださいっていうふうに監督にお願いした記憶があります。こう実はですね、このタイトルは僕がつけたんじゃなくて、監督の網野哲郎さんがつけたんですよ、全部。それで僕も同じこと聞いたんですよ、網野さんこれどういう意味ですかって。そしたら網野さんはいや、網野さんのこう横に書いてあるスケッチ文字とかなんか映画とかから
あのインスピレーションを得て、でっち上げて作った言葉ですと、僕には意味は分かってるっていうふうに言ってたんで、まあ大体一つ一つ夢聞いても昔のことなんで忘れちゃったんですけど、そのジェイラムっていう作品を彼が監督を決まった時にこうひらめいて思いついた、もうこれじゃないとこのタイトルつけられないっていう、他の作品じゃこういうことできないなっていうところで彼が命名したタイトルだという、普通、まあ、そのっておかしいけど、通常の日本のアニメーションのその漫画原作ものとやっぱちょっと匂いが違うっていうのが、多分タイトルもあるんじゃないかな、まあ、当然中身もね絵が変なんでそういうふうに思うんですけども、やっぱタイトルっていうのが最初カーンときた時に、そういう意味では引き込ませる力があったんじゃないかと、思ってますね。もともとその映画その映画青年とかいうわけではなかったんですけど、まあ、子供の頃からいわゆる怪獣映画であるとか、あとウルトラマンであるとかいうのを見てずっと育ってきたんで、僕もいつか大人だったらああいうこう、怪獣とかですねヒーローが出るその映像を撮ってみたいなっていうのはずっと頭にいました。だからそれがたまたま映画っていうのが一番その作りやすかったっていうので、それでまあ映像の世界にこう入ってったっていう、感じなんですけども、まあ、これはもう何回も言ってるんですけど、僕はもうスターウォーズなんですよね。当然ゴジラとかウルトラマン世代でもあるんですけども、仕事をその将来仕事を何にするかっていう時期に見た作品がスターウォーズだったんですよ。でそれを見て映画がインパクトがあった、映画が面白かったっていうのは当然あるんですけど、そのこういう映画を作る仕事もあるんだっていうところで仕事としてにこう実感して見たっていうのがやっぱりスターウォーズだったんですよね。そのデザインする人、特撮をする人、合成をする人、あとディレクションする人、だから全てのパートがああいう異世界もしくはクリーチャーとかアクションとかっていうため の, クリエイティブな仕事に携わってるっていうのはすごくワクワクして、だから監督になりたいっていう思いよりはああいう映画を作るどっかのパートの仕事に就きたいなっていうところで初めて持ったのがスターウォーズなんですよね。イリアっていうシリーズはですね、ゼーラム2とその同じシリーズでありながら、またそのアニメーションというところでかなり独立した世界観と、あとそのアクションというところでは非常にこう僕自身も、大好きな作品です。で続けてみるとまたこう、思いが制作者の思いとかがちゃんと伝わってくると思うんで、ぜひ続けてみてくださいというのと、まあ、ゼーラムのシリーズっていうのはいくつかまたやりませんかっていうお声もいただいているんで、条件とかですねもろもらえばまたアニメになるのか実写になるのか分かりませんけども、僕が元気なうちな形にしたいなと思ってますんで、それがまたできたら、楽しみに見てくださいということですね。はい、ありがとうございました。